まずはじめに第7位、リアシーは、ツインブレードだ。序盤で簡単に入手できるスタンダードな両馬剣だね。序盤に入手できるスタンダード武器が強いっていうのはフロムゲーあるあるだけど、この武器はそうでもないのね。そうだな、最初の方で手に入る分、筋力は剣士の初期値で装備できるのがいい点だ。まさしく最序盤の入門武器って感じね。必要能力値は金10技18最終強化時の能力補正は金 D 技 C となっている。技量よりの上質武器って感じね。こいつは始まりの方から手軽に使えるし、後に紹介するエレオノーラの総なぎなたと必要能力値が近いからに投入するときはステータスの無駄がなく済むぜ。この武器手中最軽量の2本というのもあって、その辺は相性がいいと言えるな。そういえば、これって一周に1本しか入手できないのよね。ああ、両馬剣の武器種すべてにおいて言えるが、実は1本ずつしか入手できないんだ。探索中にはあまり気づかなかったけど、確かに言われてみればそうね。まあそもそもこの武器種は両手持ちで進化が発揮されるから、あまりに投入しようとしなかったのかもな。両手持ちするとほとんどの攻撃で2から4ヒットする。状態異常に関して言えば、2投入だと減衰がかかってしまうが、両手持ちではそのデメリットなく使えるんだ。これは両馬剣の大きな強みと言える。だいぶ前に二刀流持ちの状態異常が弱体化したものね。前世紀は特定の両馬剣二刀流がかなり流行っていたけど、しかし、ツインブレードはやはり序盤で入手できる武器とあって、性能面は乏しいんだよな。こいつの軽さもあって攻撃力は他の両馬剣に比べて低いのがちょっと痛いところだ。そうね、でも序盤に入手した頃、かっこいいって思ったわ。強化して使っていったら、結局最後まで使っちゃった。ズボラだから他のものを考えなかったんだな。違うわよ、愛着が湧いたの。めぼしい武器がないかと探している。そこのあなた、今日もいつも通り脳死で両馬剣全8種類を一気にランキング付けしていこうと思う。人気のある企画はこする。これ YouTube の常識ね。このカテゴリーの武器って両手持ちの連撃が気持ちいいのよね。火力を求める人にはたまらない武器だな。状態異常や火力アップ系タリスマンとも相性がいいものも多くて、使いこなせばボスも瞬殺できるぜ。また DLC で追加された、弾く光雫とも相性バッチリで、両馬剣の幽霊なガードカウンター運用も相対的に強化されている武器だな。今回も攻略6に対して、対人4の割合で評価していくのね。ああ、完全なる私の独断と偏見だからそれを頭に入れながら見てほしい。じゃあ、参考程度にさらっと聞き流して、私もみんなと一緒に気になる武器を探していきましょう。おいおい、冒頭からご挨拶じゃないか。それじゃあ、早速6位から見ていこうよ。あと武器の総合評価は最後に発表するのでぜひ飛ばさず見てくれると嬉しいぜ。途中で飛ばしたら私がエウフォリアに投入で侵入するからよろしくね。それでは行ってみよう。さあ続いて第6位、エレオノーラの総なぎなただこいつはティアシーだな。炎属性と出血が合わさった、真っ赤な闘身が特徴ね。名前の通り純子の血指、エレオノーラ彼女が使っていた武器でもある。冒険中、たびたび共闘してくれた血の狩人ユラが彼女に挑んだが、返り討ちにあってしまっていたな。そういえば、そんなイベントもあったわね。でもユラから刀長牙を入手できて嬉しかったわ。さて、基本性能からいってみよう。必要能力値は金12技21新19で、最終強化時の能力補正は金 E 技 C 新 D だ。やっぱり技量神秘の武器なのね。ああ、筋力技量を伸ばすと物理が上がり神秘を伸ばすと物理と炎が一緒に上がって出血の蓄積値も伸びる。神秘50までは火力が大きく伸びるが、そこから先は炎属性の成長がほぼ止まってしまう。やっぱり補正が低いのが影響してそうね。ああ、だがこいつの武器の魅力は戦技血人乱舞にある。この技、武器の見た目もあってめちゃくちゃ好きだわ。前段決まった時は爽快なのよ。驚くのはここからだ。追加入力までフルヒットさせれば強靭削りは脅威の615を超えているらしいぜ。岩棘の割れ雫の効果中なら、マルギットが最後まで当てて1回で体勢を崩すほどだ。それは驚愕ね。でも、モーションが長くて、対人で使っていくのはなかなか厳しそうね。そうなんだが、その一方でこの技はパリー不可の利点がある。モーションが長い両手持ち両馬剣にとってパリーが怖いのはあるが、そいつを利用してパリーを誘発させたところでこの戦技を決めていくのはスタイリッシュと思うぜ。そんなの、一度決めてみたいわ。さて、次はティアビーだ。第5位はツインナイトソード。この武器、見た目も響きも好きなのよ。そうだろう。こいつは見た目に反して脳筋向けの武器なんだよ。どの派生にしても筋力補正が高くなる。まずは基本性能からだ。この武器は必要能力値、筋16技18最終強化時の能力補正が筋 C 技 D となる。さらに、霊気、毒、血の派生でも筋力 B が確保されるぜ。両手持ち時の筋力 1.5 倍補正をフルに活かせそうね。両馬剣の中でも基礎攻撃力が高めなのも特徴だな。これなら幅広い運用ができそうで、面白そうね。確か、神肌萩も似たような入手時期じゃなかったかしら？そいつと比べると筋力技量とも必要能力値が低い点がいいところだな。それに向こうは技量型の武器だから、そういった点で差別化はされているのだよ。ついでにガーゴイルの両馬剣とも比べてみよう。重厚派生での基礎火力ではツインナイトが勝る。しかし一方で、ガーゴイルの筋力補正は A なおかげで、筋力23で逆転されツインナイトの方が劣ってしまうことになる。かなり早い段階で基礎火力の利点はなくなってしまうのね。ちなみにこのまま筋力上げていくとどうなるの？筋力60にもなればツインナイトが552、ガーゴイルの方は568にまでなるぜ。まあまあの差になるのね。もっとも、ツインナイトは武器種中最長クラスのリーチを持つ点は評価できるな。それに、上質目ならこちらの方が火力が出るからビルド次第ではこっチを使うのは全然ありだと思うぜ。テキストに上質な武器って書いてあったのはこういうことだったのね。ちなみに豆知識だが、リエーニエにいるイジーの後ろには、この武器を2つに割ったようなものが転がってるぜ。そうなの、今つけてちょっと探してくるわ。待て待て、今は撮影中だ。後にするんだ。ここからは A ランクに入るぜ。第4位は、神肌剥ぎ。湾曲した刃と鋭い針が魅力的ね。そうだな、こいつはテキストからも想像できるように技量向けの性能を持つ武器なんだ。基本性能は必要能力値、金17技22で最終強化時の能力補正は、金 D 技 D となっている。この武器種の中でもトップの技量向けって感じね。こいつの特徴は両手持ちや片手持ちに関わらず、強攻撃には固有モーションがある。その一部が一つ属性になってるのがポイントだ。特にダッシュ強攻撃は多段ヒットで、状態異常ビルドやタリスマンと相性が非常にいいんだぜ。片手で2段、両手では4段攻撃になる。とっさに出しやすいダッシュ攻撃が強いっていうのは魅力的よね。ただ両馬剣は基本的に密着して使うのが基本だ。リーチはそこそこあるが、モーション中は方向転換もほとんどできないから、敵とすれ違って攻撃が外れることもあるぜ。密着して戦うのがメインになる両馬剣だからこそ間合いは常に考えておきたいわね。技量武器としてかなり優秀っぽいけど、どんなビルドで使うのがいいの？こいつは鋭利派生で最終的に技量 A に到達するほか、出血や霊気派生でも技量 B を維持できる。特に出血派生にすれば、戦技切腹と組み合わせて高い出血ダメージを狙えるぜ。ダッシュ強攻撃を繰り返すだけでも簡単に出血を狙えるから、瞬間火力が欲しい場面では大活躍だ。確かこの武器の切腹って鎌の方で刺すのよね。あれ、言ったそうで、使うたびにって声が漏れちゃうの。あんなので刺したら痛いどころじゃないだろうな、内臓引きずり出されるぜ。だからこそ出血ビルドとも相性がいいんだよな。じゃあ、ボス戦とかでもかなり使えそうじゃない？そうだな、DLC で追加されたレダの鎧や交差樹のタリスマン2つとも相性が抜群だ。ますます使いたくなってきたわ。ただ、連撃中のモーションは長い分、対人などでパリーを取られやすいから気をつけてくれ。密着して戦いたいから、リーチを補う戦技として表層や獣の方向をつけるのもいいと思うぜ。なるほど、まずはそのあたりから試して使ってみるわ。さあ、リア A のラスト、第3位はガーゴイルの両馬剣だ。2体のガーゴイル倒した時に手に入るやつね。ソウルシリーズおなじみの、心折られる2体だよな。特に初代ダークソウルの鐘のガーゴイル。こんな無理ゲー、やってられるか。ってコントローラーを投げたわ。誰もが最初は通る道だな。それで、この武器の強さはどんな感じ？基本的な性能は、必要能力値は金18技15で最終強化時は、金 B 技 E の能力補正となる。この通り、技量の要求ステータスが低く筋力特化型の両馬剣だな。武器種中最も重いものの一つで、基礎攻撃力も最高クラス筋力ビルドで使うなら間違いなく強力な選択肢になるぜ。やはり筋肉は全てを解決する。その通りだ。重工派生ではカテゴリ中唯一、筋力補正 A まで上がるんだ。ただし、最大の弱点がリーチの短さと言えるな。持っただけでわかるが、明らかに他の両馬剣よりも短い。確かにそれは言えてるかも。でも、両馬剣だったらガンガン前に攻めていきたくなるからあんまり気にならないわね。インファイトで攻めていく武器である分、リーチの短さはそこまで響かないかもしれないな。その一方で筋力特化が注目されるが、意外に鋭利派生しても技量52までは神肌剥ぎにも勝っているんだぜ。ってことは上質的な運用もできるってことか。もちろん、表示火力だけでは言えない要素も大きいが面白い一面だよな。見た目の割にかなりの汎用性がある武器なのね。属性派生も優秀だぜ。特に魔力炎雷派生では他の両馬剣より補正が高いんだ。両馬剣使いたいけどどれ使っていいかわからなければ、とりあえずこの武器を使っておけば間違いないぜ。ということで、リア A 最後の強力な一本としてこいつを選ばせてもらった。リア A2 本目、第2位はエウポリアだ。DLC で追加されたやつね。これをゲットするのには苦労したわ。あれ？でも私が使った時はあまり強そうな印象は受けなかったわ。むしろあんなに苦労して取ったのにかなり弱くて、がっかりしたのを覚えてるくらいよ。まあ慌てるな。まずは基本性能から解説させてくれ。この武器の必要能力値は、金16技16新24プラス10まで強化時した時の能力補正は、金 D 技 D 新 B となっている。アンバサー、進行特化のキャラクターにぴったりの両馬剣だな。黒金の両馬剣とも比べても、進行を上げる恩恵を受けやすい。さっきの話に戻るけど、この武器の最もの特徴といえる、光を取り戻すっていう特殊な仕様。以前はかなりの回数攻撃を当てなきゃいけなくて、こんなの使ってらんない、って感じだったわ。それは7月のアップデートで情報修正されて、かなり使いやすくなったんだ。体感的に C から A にまで昇格したと思えるくらいだ。具体的にはどうなったの？バフの効果なんだが、1段階目で生属性プラス95、さらに攻撃を続けると2段階目でプラス122まで強化される。光るまでは攻撃モーションによって変わるが、両手持ちの R1 の攻撃では3回ヒット、R2 の攻撃では2回ヒットで1段階目のバフが発動する。ため R2 なら1回ヒットで OK なんだぜ。そんなに緩くなったのね。効率よく光らせたいなら、ダッシュ R2 を主体に立ち回るのがいいだろう。さらに、このバフはキャラ自体にかかるもので、この武器を持ち替えても戻せば時間内ならいつでも起動する。ちょっと使いやすくなりすぎて、逆に文句言われそうだわ。この武器の戦技もド派手でかなり強かったわよね。エウポリアの渦だな。ビーム射程が中距離3回分くらいで、最後に吹き飛ばし効果もついている。戦技を使えば光はなくなってしまうし、モーションもかなり長いからタイミングを見定めてくれ。使ってみたけど私には被弾覚悟でって感じだったわ。侵入で使うなら、角待ちや擬態してため強攻撃の奇襲をかけるのも面白いと思うぜ。前段ヒットすれば1回で光るから、あとは隙を見つけて打つだけだ。初心者にはその隙を見つけるのが難しいのよ。頑張。さてラスト2つの両馬券を紹介する前にここでちょっとした小話タイムです。誰急に出てきたな。すみません。今回からお二人の解説のサポート役と、ウプ主の直語り代行として雫の妖精から生まれた雫です。よろしくお願いします。死神代行みたいに言うなよ。もっと動画で好き事後したいと雫の妖精にお願いしたら生まれ変わりできました。言うほど好きやったか？実は今回紹介している妖馬券ってソウルボーンシリーズで一度リストラされているのは知っていますでしょうか？実はこの妖馬券カテゴリーはプヌシの大好きなダークソウル2で登場して、ダークソウル3でリストラされるという悲しき武器カテゴリーだったんです。ダークソ2の時も一部強武器はあったんですが、割と使う人が少なく影の薄い武器だったんですよね。挙句、武器そのものがあんまり世界観に合っていないとかも言われて、結果ダクソ3ではリストラという切れに合ってきた武器なのです。一応ブラッドボーンでは、落葉という両馬剣に似た何かがあったのですが色々と物足りず、今回エルデンリングで復活してくれて両馬剣愛好家としてはとても嬉しかった記憶があります。皆さんも両馬剣復活して嬉しいですよね。ぜひ皆さんの両馬剣エピソードをコメント欄で直語りしてください。じゃあ最後1位の発表ね。まあ待て、その前に最下位を発表させてくれ。すまないのだが、最下位は。リアジー、ガーゴイルの黒龍馬お前だ。なんというか、納得よね。短いリーチ、伸び悩む補正、低い拡張性、要求値の高さ、そして入手タイミングの遅さからまさに59の武器だ。やっぱりどうしようもないわ。言ったな、私にはこの武器の光が見えるのだよ。例えば、進行を33にしてシャブリリの叫びを使えるところで止めるとする。そこから筋力を上げていけば、黒金の両馬剣にも、もう一方のガーゴイルにも表示火力では勝るぜ。この場合、筋力は41から両者を超えていって、60にも上げればこいつは681にまでなる。この時の黒金は625で新生ガーゴイルが654だからその差がわかるだろう。必死ね。うるさい、3敗呼ばわりされてる武器も輝かせたいじゃないか。確かに、一見使いどころがなさそうな武器も使い方次第では愛せそうね。意外な一面を垣間見てよかったわ。ついに1位の発表ね。輝くティア S、第1位は。黒金の両馬剣。これは最初からこうなるんじゃないかと思っていたわ。早速どんな武器なのか聞かせて。こいつの基本的な性能は、必要能力値、金18技15神13プラス25まで強化した時の最終的な能力補正は、金 D 技 C 神 D だ。最大強化で神聖派生にすると、生属性の基礎攻撃力が264まで上がるんだ。この値は、他の両馬剣の魔力や炎派生よりもかなり高く設定されているから、進行特化のビルドで使うなら、この武器が間違いなく最適だぜ。意外に神聖じゃなくてもいい火力が出るのね。となると、他の派生でもいい感じ？例えば、重厚派生や鋭利派生だと、生属性がやや抑えられるが、その代わりにエンチャントが可能になる。人やアイテム成立の剣や黄金闇などで性攻撃力を上げながら強力な戦技を叩き込めるんだ。その他に相性のいい戦技は聖なる刃だな。もともと高い性火力をさらに上乗せできるから、属性を尖らせるならこいつがおすすめだぜ。確かに以前、この同じ組み合わせのやつと対陣した時に、ダッシュ強攻撃に一瞬で溶かされたことがあるわ。神肌萩と同じモーションだから、ダッシュ攻撃も強いのだよ。それもあって、ダッシュ攻撃や連撃などを装備で手軽に強化がしやすいのもこいつを強くさせてるゆえんだな。だから、対人戦でもロリカリ性能は高いと言えるんじゃないか。初心者には複雑な操作ができないからとっさに出しやすい攻撃が強化されやすいのは嬉しいね。両馬剣はガードカウンターもなかなかに強いから弾く攻雫での戦い方もまた一興だぜ。なるほどね。盾を持つこと考えてないせいでその発想はなかったわ。また別ゲーみたいになって面白そう。なんだか、非の打ちどころがないくらいなんでもできるまんね。でも、最初見た時は黒すぎて背景に馴染んで、どんな武器なのかわからなかったわ。まあこれだけ強力なら、見た目はそんな関係ないだろ。戦闘中は相手に見せるのは武器じゃなくて私の強さだからな。最後にビシッと決めてきたわね。そういえば、このカテゴリーの総合評価を聞いていなかったわ。よくぞ聞いてくれた。両馬剣の総合評価は A ティアと判断したぜ。納得だわ。やっぱり使っていてかなり強く感じたもの。だって装備変えるだけで火力上げやすいじゃない。そうだな、DLC で追加された交差樹形のタリスマンやレダの鎧で手軽に強化ができて、長所を活かせやすい。それに加え、この武器種は両手持ちで手数を増やせることにより、筋力補正や状態異常蓄積と非常に相性がいい。以前のアップデで、特徴といえる強攻撃の使い勝手も上がったな。逆に弱点としては、多段ヒットのダメージが最終に偏っていたり強靭削りが低い点にある。これらを評価するとってことなのね。今回は両馬券をランキングしていったが皆様もいかがだっただろうか。もうどうしようもない武器だと思っていたものもビルド次第では生きるのを再確認したわ。とは言っても、ガーゴイルの黒両馬はもう少しアップデとかで救済されると思ってたのだけど、まあでも、一見使えなそうな武器をどうしたら強くなるか考えるのもこのゲームの醍醐味だ。そうね、この動画が終わったら早速ゲーム起動したくなったわ。今回の動画はここで終わるが、みんなもこの両馬券が強い、など感想があれば、ぜひコメント欄へお願いするぜ。これからもFROM作品の楽しい動画をたくさん作っていくから、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いするわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。